仕上がりはまあいいと思います。3人揃ってその別に大きな変更は全くないです。ポジションにしても3人ともそのなんだろう、大きなもん、その3人揃ったから何かがその変わったっていうのは全くないんで、まああとはそのないろいろ、まあまだその問題点があるんで、それは3人揃って一緒なんで、それを早く直せたらなって感じですね。テスト1回2回だけなんでまだ分かんないですね。決勝で合わせられたらなってくらいですかね。まあ課題というか、まあ問題は分かってるんで、まあそこが直れば、そこそこはちゃんと走るかなと思います。8試合頑張りますので、3連覇目指して、ぜひ応援よろしくお願いします。